熊本大学は、熊本県熊本市中央区黒上2-39の、一日本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された、大学の略称は、熊大。地理院地図 Google ググマップ。熊本大学熊本大学は、江戸時代の法歴年間にまで遡る熊本藩校、最終巻を前身とする旧制熊本医科大学と、熊本藩500円。 シゲルシゲル園を前身とする旧制熊本薬学専門学校前身が明治に創立の熊本師範学校、旧制第五高等学校、熊本高等工業学校、熊本青年師範学校を包括して発足してできた国立大学である。現在、7学部8研究科を有している。キャンパスは5校から引き継いだ黒上キャンパス北地区。 熊本高等工業学校から引き継いだ、文語街道を挟んで、黒上キャンパス南地区、旧西熊本医科大学から引き継いだ、久本寺キャンパス、旧西熊本薬学専門学校から引き継いだ、大江キャンパスに分かれている。建造物も多くが引き継がれている。五校の本館、科学実験場、正門は1969年に、国の重要文化財に指定され、 旧本館は1993年に5校記念館として公開されている。工学部研究資料館、レンガ作りは1994年重要文化財に指定されている。高校本館は現在は熊本大学事務局本館として使用されており、1998年に登録有形文化財に登録されている。また、学内には5校を読んだ。 夏目漱石の銅像薬費、加納時五郎記号の天国、小泉薬も演説のレリーフなどがある。教育基本法及び学校教育法にのっとり、総合大学として、地の創造、継承、発展に努め、知的、道徳的及び応用的能力を備えた人材を育成することにより、地域と国際社会に貢献することを目的とする。 熊本大学は1949年の学生改革の際に熊本市所在の旧制書学校を包括して新生大学として誕生した。包括された教育機関の一つである旧制熊本以下大学は1925年に大学令に順次熊本県立の公立大学として設置され、その4年後の1929年に管理追換されたものである。 本校ではこの経緯から、大学の創立年を旧制大学が誕生した1925年、設置年を新制大学が誕生した1949年としている。2006年4月に、熊本大学の新しいロゴマークが制定されている。熊本の区をかたどっていると同時に、熊本の形を変化させ、さらに前進していく矢印をイメージし、 後期を彩る思根と浮込んで再色したデザインとなっている。学部、編集研究科、編集生命科学研究部は、総合医薬科学、先端生命医療科学、環境社会医学の3部門13講座79分野からなる日本最大級の研究特化型の教員組織である。医学、薬学、保健学教育部は、学生が所属する大学院組織である。 放送養成研究科は2016年4月より募集停止、在校生が終了し次第、廃止予定。専攻科、編集別科、編集付属機関、編集学部付属研究科付属研究部付属府地、研究初期工学内、共同教育研究施設施設付属学校、編集21世紀 COE プログラム、編集21世紀 COE プログラムとして、2件。 採択された。グローバル COE プログラム、編集グローバル COE プログラムとして3件採択されている。生命科学機械、土木、建築、その他工学体育会、サークル、編集熊本大学の場合、課外活動を行う団体、組織は、体育系の全学公認サークルを統括する、学生組織の熊本大学体育会が存在する。 体育会関連行事体育会所属44サークルが各々行う競技スポーツのほかに全学生が参加できるレクリエーション色の強い各種スポーツ大会を行っている体育会の本部が主催したり体育会の幹事会が主催で開催しているスポーツ大会である体育会会員に入会するとスポーツ大会が基本的に無料で参加できる学園祭 編集熊本大学には紫熊祭りと本宮祭の2つの学園祭がある。紫熊祭りが全学的な学園祭であるのに対して本宮祭は医学部の学生を中心として行われている。ここでは紫熊祭りについて解説する。紫熊祭り、編集紫熊祭りは熊本大学黒上北地区キャンパスで開催される。 紫熊祭り実行委員会により開催されている。かつては熊行き祭と呼ばれていたが、2012年度に熊行き祭、実行委員が消滅し、新たに立ち上げられた。紫熊祭りの開催は、開学記念日の11月1日前後の3日間となっている。紫熊祭りで行われる、企画、運営及びすべての準備は、学生の手で行われている。スポーツ、 編集黒髪、北キャンパス、五高記念館黒髪、南キャンパス、100周年記念館、黒髪北キャンパス黒髪南キャンパス本庄、久本寺キャンパス、大江キャンパス国内、学術交流等協定校大学館、交流協定校、学術締結、学生締結部局館学術交流等、協定130機関と締結している。包括連携協定等の締結先は、 大学含む研究機関が8件、自治体11件、企業13件。このほか、九州産業交通ホールディングスが、熊本市中心部に建設する再開発ビルに、熊本大学が拠点を設け、人材の誘致、育成、定着を目指す協定を2019年4月に結んだ。熊本大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。